頃は観光バスに乗って観光客の皆様に観光地の魅力をお伝えし、時には歌や演奏もしちゃいます。バスガイドの皆様、歌バスの皆様のステージです。大きな拍手でお迎えください。会場にお集まりの皆様、ハイタイ、ハイタイ、ありがとうございます。私ども第一交通産業グループ琉球バス交通より参りました。全国で初めての現役バスガイドで結成された三線音楽チーム、歌バスと申します。普段は観光バスに乗って沖縄本島のやんばる、北へ、そして南部へ、沖縄の名所旧跡ご案内するのがバスガイドとしてのお仕事でございます。そんな業務の合間に沖縄の歌が好き、三線が好き、そんなメンバーが集まり練習を行いまして、訪れるお客様や修学旅行生へのサプライズライブなどで演奏させていただいております。今回もこれが最後のステージとなります。少しのお時間ではございますが、どうぞこの後お付き合いをよろしくお願いいたします。さあ、最初にご紹介いたします曲は四万十の宝という一曲です。沖縄本島から南側に行くと石垣島という島がございます。その石垣出身のビギンが作った一曲です。あなたが思う沖縄の宝って何？そんな質問に返ってきた答え、それが青い空、夜になると広がる満天の星々、美しいサンゴ礁の海に色鮮やかな魚たち、歌や三線、踊りなどの芸能文化、全てのものが宝です。そう返ってきたそうです。そんな沖縄の宝を歌にしたのが四万十の宝という一曲です。まさに私たちが日頃訪れる多くのお客様にご紹介しているのが沖縄にとっての宝物なんですよね。この曲途中に何度もはいやいやさあさお囃子が入ります。ぜひ皆様もご参加していただきたいと思います。それでは賑やかにご紹介いたしましょう。四万十の宝。海よ祈りの海よ、たたく島
ちぬ宝ご紹介をいたしました。さあ本日はバスフェスタ、皆様お越しいただいておりますが、これどういうイベントかと申しますと、実は去る12月15日が観光バス記念日なんです。お聞きになったことございますでしょうか。1925年、東京組合自動車により日本で初めての観光バス遊覧バスが運行スタートした日なんですよ。普段観光バスに乗ることのないお客様は観光バスガイドのご案内、なかなかお聞きになるチャンスないかなと思います。少しだけ観光バスガイドのご案内をご紹介してみたいと思います。お尋ねいただいております、こちら現在の沖縄県、実は3万年前から人が住んでいたという形跡がございます。那覇空港近く山下洞穴からは3万2000年前の人間の骨が発見されているのでございます。その後長い時代が経ちまして、1429年、昭和史により琉球国が統一となりました。およそ450年、歴代の王様は現在の那覇市首里にございます首里城に住んでいたのでございます。1609年には3000人の兵による薩摩の侵攻がございました。そして今からおよそ140年前、1879年、廃藩置県によりここ琉球国はなくなり沖縄県が誕生いたします。そこからおよそ50年60年後、世界の戦争の時代はここ沖縄もまた戦地となりました。今から77年前のことでございます。そして1952年、サンフランシスコ講和条約により沖縄は日本から切り離され、27年のアメリカ統治が訪れます。そして今から50年前、沖縄はアメリカから日本へと返還され、今年沖縄は日本復帰50年目の年となっております。さあざっくりと沖縄の遥か昔から現在までの歴史をダイジェストでご紹介させていただきました。歌の島沖縄、平和の島沖縄、バスの中でご案内するのは観光地だけではないんですね。続いてご紹介する曲、花という一曲をご紹介したいと思っております。これは以前行われた東京オリンピックの際に喜納昌吉さんが、世界中の選手たちが人種の垣根を越えてみんなで笑ったり泣いたりしている姿を見て感動し作った一曲だと言われております。ここ沖縄から世界への平和を願って、本日は手話を添えてこの歌をご紹介したいと思います。花、すべての人の心に花を。
越しいただいている皆様もうバッチリだと思いますので、ぜひ一緒に踊っていただきたいと思います。ゆいまーるという沖縄の言葉があります。ゆいは結ぶ、まーるは丸、助け合いを意味する言葉ですね。それを歌った一曲がゆいゆいです。歌の中にカチャーシーのような振り付けが出てきます。皆様ぜひ一緒に踊って体を温めていただきたいと思います。両手を上にお願いします。そうしましたら、まずは両手でこちらからティッシュを1枚取ります。反対側に捨てます。ぷい、はい、こちらからティッシュ取ってください。反対側にぷい、はい、上手です。歌の中でこういう振り付けになります。真似して踊ってみてください。いきますよ、せーの、ゆい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 まーる、もう一回、ゆい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 まーる。ありがとうございます。もう一つお願いしたいところがあります。ここは沖縄、これが沖縄と出てきましたら、手をグーにして天高く突き上げゆい、お願いします。練習してみますよ、いきます、せーの、ここは沖縄ゆい、これが沖縄ゆい。ありがとうございます。それでは今の練習通りに本番もお付き合いお願いしたいと思います。はい、皆さん激しく踊ってください。いきますよ、にぎやかにご紹介しましょう。ゆいゆい、次の曲も振り付けがありますのでね、冷やみかち節という一曲ご紹介したいと思います。先ほどバスの中ではいろんなことをご紹介しますってお話ししました。その中の一つが戦争の跡地なんですよね。77年前の戦争では沖縄は焼け野原となりました。戦後はアメリカ軍の収容所生活からスタートしたんです。誰もが家族を亡くし涙を流す中だったんですが、それでも泣くだけではなかったんですね。生き残った皆さんはアメリカ軍から材木をもらって、パラシュートの紐をもらって、食料が入った缶詰をもらったんです。その缶詰の空き缶を利用して、パラシュートの紐と材木で作ったもの、何だと思いますか？ありがとうございます。大正解、三線です。カンカンで作る三線をカンカラ三線って言います。辛くても悲しくても
歌って踊ってみんなで励まし合って戦争の後再スタートしたんですね。ご紹介する曲はそんな時代に作られた一曲で、冷やみ勝ちと冷やみ勝ち節という一曲です。歌の中に何回も冷や冷やって出てくるんです。これさあよいしょっていう意味ですね。さあよいしょと掛け声を掛け合ってみんなで立ち上がろう。こんなに素晴らしい沖縄をみんなで盛り上げよう、世界へ伝えていこうじゃないか、そうやって作られた一曲になります。歌の中のヒヤヒヤ振り付けもありますので、ぜひ一緒に手も叩いて踊っていただけたらと思います。それではご紹介しましょう。冷やみ勝ち節。
12月20日から C コースまた新たにスタートいたします。ホームページぜひ琉球バスポーツ、那覇バスで検索をしていただけたらと思います。皆様のご乗車もお待ちしております。それでは最後は沖縄といえばこの歌、朝戸屋ユンタご紹介します。No.